タキシンは主に一遺属の植物に含まれるテルペンアルカロイドの混合物である。外観は粒状の粉末で CAS 登録番号は12607931タキシーン A タキシーン B などが含まれる。一位の位であるラテン語タキサスから名が取られた。1950年代から1960年代にかけて 分離と構造決定の研究がなされた。タキシン A 及び B のヨーロッパ一位由来のタキシン中の顔料は、それぞれ30%、1.8%である。抗ガン剤パクリタキセルの顔料は0.01%と、非常に低い。心臓毒の一種であり、症状としては、抹消神経性循環障害食欲排絶、筋力低下、四肢の新鮮、呼吸困難。 心臓麻痺、心拍数減少、血圧低下、体温低下、痙攣、硬直など様々なものが挙げられる。症状が急速に進むため、死ぬ寸前まで気づかないことも稀ではなく、検視などで毒物検査を行って、初めて異常な量の摂取が発覚することもある。タキシンはカルシウムチャンネル及びナトリウムチャンネルのアンタゴニストであり、心臓の4チャネルに対して選択性を示す。 タキシン中の主要な成分はタキシン B であり、タキシン B はその他の成分よりも高い毒性を示すため、タキシンの毒性の大部分はタキシン B によるものであると考えられている。タキシン B の構造アガサクリスティのポケットに来、無業ではタキシンを用いた殺人事件が登場する。昔、一位を天日星にしたものが医薬品として使われていたことがあるが、 効果のほどは不明。医薬品として用いるならば、同じ1位置から取れるタキさんやパクリタキセルの方が有用である。ありがとうございます。